明るい季節でもあるクリスマスにはダークサイドもある。伝説によるとクリスマスイブは精霊が地上を闊歩する時間だという。今日は怖いモンスターや不思議な存在などを見てみよう。アイスランド出身のユールラッズはクリスマスの風物詩となっている。白雪姫の魅力的な7人の小人とは対照的に、この13人のノームのようなトロールはホリデーシーズンに一風変わった雰囲気をもたらす。ユールラッズは17世紀の詩で初めて登場した。それぞれユニークな名前と能力を持つこの遊び好きな若者たちは、盛大なクリスマスを迎えるまでの13日間にちょっとしたいたずらを仕掛ける。彼らの居心地のいい家は山の洞窟の中にあり、面白い両親と一緒に住んでいる。一族の父親レパルオイはレジャーマスターで洞窟の中でブラブラするのが大好き。母親グリラは巨人で冒険に対する異常な渇望を持っている。彼女はやんちゃな子供たちを追い回し、夕飯の支度を手伝わせるらしい。トロールの子供のうち、例えばスプーンリッカーは舌で食器を徹底的にきれいにする習慣で知られている。一方ドアスラマーは怒れるティーンエイジャーを連想させるようなドアを叩き壊すような行為をする。ソーセージスワイパーについてはそのヒントは名前にある。そしてこの家族の猫も忘れてはならない。この三毛猫は巨大な黒猫で民衆を見張っている。もし真新しい服を着ていない子供を見つけたら、その出会いは子供たちにとってあまりいい結果にはならないだろう。すごい厳しい世界だ。ニッセは背筋がゾッとするような生き物だ。小柄でヒゲを生やし、不吉な赤い円錐型の帽子をかぶっている。この邪悪な生き物は農場に居座るのが趣味なのだ。日々の家事を手伝ってくれるという彼らの存在は不安を煽る。しかし彼らの要求は普通とはかけ離れているので気をつけよう。不気味な援助と引き換えに彼らは恐怖を誘う供物を要求してくるのだ。彼らの不吉な要求を拒否する勇気があれば、彼らはあなたの存在に純粋な悪の支配を解き放つだろう。ニッセのクリスマス用のおかゆにバターがかけられなかったという悪夢のような物語がある。この物語はニッセのご馳走に手を加えようとする少女たちを中心に展開する。彼女はおかゆの下にバターを置き、ニッセの怒りを買う。恐ろしい結末は、ニッセは自分の力を使って牧場自慢の牛の世話をする。世話をするとは本当なのだろうか。スカンディナビアの民間伝承ではこの生き物をトムテと呼ぶ人も多い。マリルイドからは全速力で逃げなければならないぞ。あなたは若いウェールズ人で、今日は大晦日。突然ドアをノックする謎の音が聞こえる。ドアを開けると背筋が凍るような光景が目に飛び込んでくる。それは頭に馬の頭蓋骨を乗せた流れるような長いマントを着た背の高い不気味な人物だった。不気味に何かを唱えている一団を従えている。さらに不安を煽るように、馬の頭蓋骨の目の穴には偽物の目玉があり、口はわずかに開いている。このシーン全体が怖くて身動きすらできない。あなたが見たい大晦日のビジョンではない。そしてトルコとブルガリアのカラコンコロも紹介。捉えどころのないビッグフットの不吉なバージョンを思い浮かべてほしい。カラコンコロは街角に潜み、通行人に謎々を投げかける。正しく答えればあなたは無傷で済むかもしれないが、失敗すれば冬の夜よりももっと寒い極寒の眠りの中に落とされる危険がある。世界の他の地域ではカラコンコロはしばしば聞き覚えのある声に噴し、無防備な犠牲者を騙して雪の中に連れ出す。この不気味なブギーマンはギリシャ語のカリカンツァロスに由来すると言われ、その不吉な影響は各地に響いている。つまりギリシャのカリカンツァリはゴブリンの一種というわけだ。一年の大半は地下に潜み、黙示録をもたらそうと密かに企んでいる。しかし緊急日がやってくると不吉な意図を持って人間の領域に現れ、災いと悪意を撒き散らす。このクリーチャーはしばしば牙と角で飾られた暗黒の毛皮のような存在と表現される。彼らは男性でグロテスクな姿で不思議なほど豊満である。ドイツとオーストリアからやってきたキャラクターフラウペルヒタを紹介しよう。今彼女はイタリアのラ・ベファーナやロシアのバブーシュカなど様々な名前で呼ばれているが、その手口は一貫している。クリスマスの楽しい12日間、彼女は甘く美しいアルプスの女神であったり、いたずら好きでシワクチャの老婆であったりと接し方によって移り変わる。ムードリング並みに変化する。あなたが彼女を喜ばせたなら若々しい姿を見ることができるかもしれない。
しかしあなたが彼女の悪い面に触れると、彼女はちょっとした DIY 手術を行うことで知られている。フラウペルヒタは中世初期のアルプスの異教の名残である。クリスマスから12日目の夜、1月6日に行われるエピファニー祭とも呼ばれるベルヒテンタークと強く結びついている。ペルヒタは明るいものという意味で、彼女の名前にふさわしい。スカートの下にはナイフが隠されている。座るときは慎重に。次はクランプスだ。彼の名前はドイツ語で爪を意味するクランペンに由来する。ヨーロッパの東アルプス地方に生息する生き物だ。伝説によるとクランプスは12月5日の夕方、いたずら好きの子供たちに良い行いをすることの大切さを戯れに思い出させるのだという。彼のやり方は想像力に富み、小さな人間とおしゃべりをするよりもずっと上だ。一方、彼の心優しいパートナーである聖ニコラウスは、翌日の聖ニコラウスの祝日に行儀のいい子供たちに褒美を与える。そのルーツは6世紀にまで遡り、今日ヨーロッパの多くの町ではクランプスラウフと呼ばれるクランプスの行進が盛んに行われている。お祭りでは人々はクランプスの仮装をしたり、ユニークな祝日の挨拶を送りたい人にはホリデーカードという選択肢もある。アルザスの伝説にハンストラップの話がある。フォントラップ一家ではないぞ。ハンスは極端な強欲と道徳心の欠如で知られる地元の人物だ。彼は富を追い求めるあまり魔術に手を染め、邪悪な力と契約を結んだ。彼は劇的な没落に直面し、彼は富と社会的地位の両方を失った。発見されないように彼はカカシに変装して田舎をさまよい、ある時彼は人肉の味を体験することに執着した。やれやれ、神は事態が制御不能に陥ったことを察知し、ハンストラップに稲妻を落とした。彼は最後を遂げたが、クリスマスには妖怪となって戻ってきたという話もある。ベルスニッケルはドイツの民間伝承のキャラクターである。子供たちをより良い行動に導くというユニークな役割で伝統的に知られており、陽気なセイ・ニコラスの姿とは対照的で興味深い。ベルスニッケルという言葉は毛皮を意味する古いドイツ語のベルツと、セイ・ニコラスにちなんだニッケルの融合にまで遡ることができる。ベルスニッケルは子供たちを訪ね、友好的な会話や遊び心に満ちた質問をすることで知られている。子供たちの反応に応じて贈り物をしたり、しつけのために木の棒を使ったりする。ベルスニッケルの起源は中世にまで遡ることができる。最後の仕上げはグリラだ。彼女は一年中子供の悪さを察知することができる巨女だ。彼女はその子供たちの記録を残し、クリスマスの時期にお菓子として見るのだ。ちょっと待って、前に彼女の話をしたよねと思った君、気配りのできる熱心なブライトサイダーだ。彼女はユールラッズの母親なのだ。黒猫を連れた賑やかな家族を覚えているだろうか。ペールフーエタールは肉屋であった。彼は誘拐や強盗事件に関与し、子供たちに悲劇的な運命をもたらしたことで知られている。聖ニコラスは彼の残忍な行為を暴き、子供たちを奇跡的に蘇らした。その報いとしてペールフーエタールは聖ニコラスに付き添い、道を踏み外した子供たちを管理する終身暴行を言い渡された。すごい話ばかりだった。私は普通にサンタクロースとトナカイでいいような気がする。